はいおはようございます。今日でえっ、ー、と積み木が今日で積み木がえっ、ー、と93ですね。今日は何曜日今日火曜日ですね。93日目となります。ね。93日目です。 かしこちゃんです。始めたいと思います。よろしくお願いします。おはようございます。えっ、ー、とまずこれですね。1日総が12月の7日に高鍋の宮崎県の高鍋町ですねのビッグブルッチザブルーボーダーで開催されます。ね、お前ぬの点出ますけど他にもね、まあ、ベップさんですね。ベップさんが出ますね。作家さんですね。 また他の出展者もいろいろ出ます。よろしくお願いします。ね。えっ、ー、とで次がこれですね。これが巣ごもり森を越えてと、これは大前犬の点の企画展ですね。これがえと12月のいつだったっけ ?9 日ですね。9日ですね。9日から12月26日。 もう今年最後の企画展ですね。スゴもりもりを超えてという出,出展というか、まあ、作家さんがモグさんですね。こうモグさん、ブローチのモグさんと、えっ、ー、と、なきさんですね。ニット、ニット関係、ね、ハンドウォーマーとかね。と、この月と色さん。この月と色さんっていうのはアトリエ、作家さん名じゃなくて、アトリエの名前ということですよね。<laughs> 知らなかったんですけど。 ということでささ3人の3組のかな3組の作家さんの企画展と開催されます。で日向展からということですねこれも昨日も言いましたけど日、ね、向展から開催で後半が宮崎展というふうに 2, 2つあるので2つの店舗を期間に分けて 開催しますということですね。よろしくお願いします。はい。で、これをしまい。えー、っと、じゃあ、さっしっこいきましょう。さっしっこいきますね。えー、っと、今日はお前の店休みですね。休みなんですけど、店津ちょっと用があって出てますね。用で出てます。でいないです。一人で。一人で刺します。えー、っとね、そしていきましょう。もう終盤ですね。 だいぶ終盤終。終盤だけどなかなか終わんないですね。さ <laughs> していきますね。いきましょう。えっ、ー、と、あとコメントをいただいてますね。ししゃもさんから。ししゃもさんのコメントを紹介しますね。ししゃもさんありがとうございます。ちょっと待ってね。一応更新かけて。ね。ししゃもさんですね。えっ、ー、と、さしこちゃんこんばんは。あ、こんばんは。 えー、私も行きたいイベントです。残年、ああ、このね、今さっき紹介したやつですよね。運動つなぎ、尻尾をつなぎが終わり、積み木に到達しました。おー、ど動画ですね。ありがとうございます。サシコちゃん、あ、チームサシコちゃんの仲間入りです。ああ、もうもう、もう、もうあれですよ。積み木に到達せずとも。ね、仲,仲間入りというか、もう実体のない <laughs>。実体のない、なんか。 分動つなぎは、えっ、ー、と、刺し子ちゃんと同じ色で刺しました。あ、本ん分動つなぎは、えっ、ー、と、あれ、なんていうのなんだっけ、ミントだったっけな最初に刺したやつですよね。ミント。だるまさんのね、ミントの色ですね。同じ色。で刺します。シンプルな感じに仕上がったのかなそしたら。あるかなここに。 あるね。あ,ある、あるね。あ、あるある。ありました、ありました。これですね。これ一回ちょっと洗ったけど。これですね。ミント。ね。白に。いいですよね。ミントね。シンプルでね。<laughs> あったあった。尻尾つなぎまいります。尻尾つなぎまいります。これね。一応あるんですよ。<laughs> 一応ね、手元にあるんです。ね。で、あと。 この、なんだろね。根さんこれもあるよね <laughs>。で、まだ今、4つ目。シーズン5なんですけど、4つしか刺してないっていうね <laughs>。っていう、っていうやつです。で、分動つなぎはチームさし、あ、チーム差し子ちゃんじゃなかった <laughs>。分動つなぎはさし子ちゃんと同じ色で刺しました。と、ありがとうございます。ありがとうございますね。え、これ、終わりって、差し終わりってこと動画を見終わったじゃなくて、差し終わりってこと どっちかな動画を見終わったと思ってるんですけど動画を積み木の到達したって動画を積み木まで到達したって意味じゃなくて差し子の方かな差し子の話かな実際に差してるってことかなどっちかなまた教えてください。<laughs> わかんないんで <laughs>。わかんないんで。多分動画かなと思ったら差し子っぽいなこの話の流れからしたら差し子が 分道をつなぎさしてしっにつなぎさして積み木に到達したってことかな。で色が分動つなぎは同じ色ってことかな。ね。ど,どっちかですね。動画か実際に刺したやつかの話ですね。ありがとうございます。山さん。ね、で以上ですね。コメントいただきました。今日は刺しましょうかね。黙々と。黙々と刺すのでもいい。いいっていう。 ととも言っていただいたただことがあるのでシアもさんだったっけな誰だったっけな出しましょうえー、っとこれがね今、えー、っと25のうちの、えー、っとあと残り4だから21かね2121 21ブロック目ですよからさしていきますね えっと、あ、で、大前の手の営業、まあ、今日お休みは、先ほどお伝えしたんですけど、次の営業が明日ですね。明日が、えっ、ー、と、16日。明日が、えっ、ー、とね、宮崎ですよね。宮崎って言ってたよね、多分ね。水金が宮崎って言ってた気がするな。月木堂、月木堂が日向。ね。だから、明日、 が 16, が16日水曜日18日金曜日は宮崎で17日木曜日19日土曜日が日向というだったような昨日昨日店主がいたんで昨日言ったのが正し,い正しいというか正解なんですけど多分そうでしたよねちょっと誰にも確認ができない。 <laughs> 一人なんで一人なんで誰にも確認できないあ確認はだからインスタグラムを見ていただくとわかるかなと思いますあインスタグラム思い出した <laughs> すいませんねいろいろ話あったんでインスタグラムですねこっち大前になってこれ見ていただくとこれ宮崎店こっちねこっちが日向店ねこのインスタグラムを見ていただくとあの営業時間わかるわかるのでそれ見ていただいた方が確実ですね 僕が言ってることが間違ってる時もね、あるので、ちょっと言い間違い的な間違いもあるし、もう本当に天然で間違ってる時もあるし、ね、確実にはもうインスタグラム見ていただいた方がいいと思います。ね、ありがとうございます。昨日はね、昨日はなんか、まあ、日向天だったんですけど、 なんか僕を昔から知ってるか昔からというかまあね小さい頃に知ってて知ってたかまあ友達というかまあ同級生のお姉さんがいらっしゃったみたいなねなんか店職から聞きました <laughs> ちょっともうねもうすごいもう昔すぎて僕もちょっとかっは覚えてないというかもう顔見たらわかると思うんですけど お姉さんがいたのも知ってたし、知ってるし、ただまあもうちょっと昔、もう小学生とかそのぐらいの話になっちゃうので、あーみたいなね、痛 <laughs> い痛いたみたいな。なんかお店、お店をされてるのかなお店をされてて、知ってたなんか知り、知ってる方に連れてこられて、なんかこう、いらっしゃったみたいな感じかな。 で、その、ね、そのお姉さん、お姉さんとかその僕のね、友,友達というか同級生のお姉さんもお店をしてて、そのなんか、お店用のなんか、お店で使う布を買ってくださったのかななんかそんな話を店主に聞きました。で、嬉しいですね。やっぱそうやってね。そんなにね、知ってる人多くないんですけど、そうやって。 まただ、店主と話し,たしてたのは、やっぱこう、名前がね、大前なので、やっぱこう、小さい頃でもね、やっぱこう、そんなにね、多くないんですよ。多くないってほとんど一緒の名字に出会ったことはないですね。大前って、あのね、お前さんっていう人いるんですね。お,おが一個しかない。僕はというか、うちはおが二つ、お、お、大きいだからね。 お,お前。のってんだからね。なんだけど、お前さんってお、おっぽのおおっぽのおに、おひれ。おひれとかのおに、前っていう名字はね、聞くんですけど、お前っていうのは聞かないあんまり。多分関西とかの方が、聞くんじゃないかな。関西系ね。多分父親の、 まあ父親の父親、おじいちゃん側が関西系だったから、そっちからこう来てるんじゃないかなっていう説が。だから僕はあの、大学かなんかで下宿とかしてたんですけど、いましたもんね。兵庫、兵庫の一つ上の先輩に大前さんっていましたもんね。その方兵庫でしたね。だからこう、関西、 兵庫とか、まあ、どこまあ、いろいろあると思うんですけど九州とか特に宮崎とかはもう多分ほとんどいなうちの親戚とかぐらいしかいないんじゃないかな聞いたことないなまあまあちょっと話が話がそれ飛んじゃったんですけどまあそういうのもあって で小さい頃でででもこう印象に残るる名前ではあるんですよねだからこう大人になって聞いてもねああねもしかしてみたいな、ね、記憶をたどっていくとそうね行き着く行き着くというかね引っかかるんじゃないかな。こう宮崎はえっと宮崎はというか日向あたりはね黒木とか黒木とかそういう。 黒木さんんとかが多いんですよね、うん、だからそういう黒木さんとかだとねあどこねどっかの黒木さんとかって思うんでしょうけど、ね、同じ名前の人もいるよねというか同じ名字の人もいるよねって思うんだけど大前で聞くと「はっなる!」てなるんでしょうねやっぱねその時間が経っても <laughs>。って思ったんですけどそういう話をテンシしてました。 あとはね、なんかこう、この間、ローカルのテレビ、ローカル、宮崎のね、ローカル局のテレビでもやってたけど、ちょっと山の方に行くと、えっとね、なんだっけな、シーバ村っていう村があるんですけど、宮崎の方ね、山側の方に、シーバ村とかはもう本当にね、シーバさんとか、 が多いもうシーバソンのシーバーさんもすごいいっぱいいるみたいであとその那須さん那須さんも多い確かにね多か,った多かったんですよ僕が野球ね中学校の頃とか野球とかしててその辺りのシーバーの辺りの中学校とかね試合とかした時にもう一番から まあ野球,野球なんで1番から9番ってバッター順があるんですけど、1番からもう9番までがねほとんど、ほとんど、ほとんどじゃないの。もう1番、椎ー,ーなんとかくん。2番、椎ー,ーなんとかく <laughs> 3番、ナスなんとかくん。4番、ナスなんとかくん。みたいな感じでもう、ーバーくんとナスナスくんばっかり。チーム構成がね。そんなのがありましたね、やっぱね。 地域によってやっぱねこう多い苗字とかあると思うんですけど大前はやっぱこう宮崎で珍しいから, <coughs> だ,からだからいいっていうだからいいっていうのもあるしうちのお店は大前布店っていう大前さんがやってる布屋さん <laughs> 布だけじゃないですけど雑貨も。 ね、雑貨とかもあるからもうなんて本当に布屋さん専門店かっていうとそうでもないんですけどただもう分かりやすいですね名前がね「大前布店」で「よかったね」っていう話「よかったね」っていうかそういう名前にしててよかったねって話したことありますね今ほらなんかこうやっぱ横文字とかが多いじゃないですか横文字っていうかねこうお,しゃおしゃれな名前 だから、おしゃれなんですけど、覚えれないですよね。<laughs> 下手すると読めない、読めないみたいなね。ね。だから、こう逆、逆、逆になのか分かんないけど、今だからこそ、こう、シン、シンプルというか、分かりやすい名前の方が覚えてもらいやすいし、お前の,の点でても,もザ、<laughs> ザシンプルみたいな感じですよね。でだからそれはね、名前、 お店の名前決める時もねそこまで考えてたかっていうとそうでもないんですけどなんかこうまあ自分たちらしくないかなっていう感じをしてたんですなんかこうおしゃれな名前にしたところで自分たちっぽくない気もしても分かりやすいなっていう。だから「お前の点って聞いたり「お前」って聞くとねもうその僕が。 小さい頃とかに出会ってきた同級生とかはねああもしかしてってなるんでしょうねとかそのお姉さんまあ今回はお姉さんだったからね抱えてんな抱えてんなカ,カラスがでそういう方が来ていただいたりとかで、ね、もちょっと少しずつですけど店主のインスタグラムにも書いてたんですけどこう 宮崎店は2階,2階の本当に分かりづらいというかこうねかっ、まあ、いい言い方するとこう隠れ家的な <laughs> 知る人ぞ知るみたいなね感じのとこにあるんですけど日向天はね通り沿い道路沿いにあるんでまあこう通りすがりの人が来てくださったりとかこう気にかけてくださったりとかっていうのもあるみたいですね。 ただね、こう、外観がね、なかなかのが、<laughs> なかなかこう、古い感じがね、すごい古い感じなんで、これいな,んなん、なんだろうっていうね、ちょっとね、お店らしく、なんて言ったらいいんですかね、お店らしくないというか、お店、店が、店屋さんですよって感じじゃない、もう本当にお、家、家の中にお店をしてるって感じなので、 一軒,家一軒家とか古い家の土間土間部分昔の家だとその土間が広かったんでしょうねだからその土間部分を店にしてるみたいな感じなので,であと中にも入る中の子で住むところとかにもちょっとリフォームっていうかリノ,リノベーションっていうのかなリフォームというかをしてるのでだから 宮崎は分かりにくい <laughs> 分かりにくくて日 <laughs> 向は、まあ、どど道路沿いなんだけどこう見た目店っぽくないって中に入ってみないと何屋さんか分かんないっていうちょっと不思議な不思議な店ですよねう <laughs> ちのお店はね、まあ、でもそれがねいいのかなとも思って。 肯定してるんですね <laughs> 自分たちをね一回いいかなと思ってもそれで、ね、そんなかこれからだからねいろいろこう僕のことを知ってる人とかがに久しぶりに会ったりとかすることもね増えてくるのかなと思ったりあとはこのねさしこちゃんを見てくださってる方と 動画を通して見てる方と実際お会いねできることも増えるのかなと思ったりしてますねもうほんと数えるほどしか実際にお会いしたことお会いしたことある方っていないのでだからしやむさんね遠く何だっけ遠くて残念って書かれてたんじゃないかな違ったっけ えっと、えーね、私も行きたいイベントですで残念ね、残念ということで、遠いんですよね、多分、シャモさんはね、どこか、どこの方かは、あれですけど。からこう、いつかね、お会い、お会いする時が来るといいですね、見てる方でね、その時はもう本当、声かけていただけると。 嬉し,いで,す、ね、い,しい,いですね。カラスが鳴くなカラスが聞こえてますかね。カラスが鳴くなぁ。かーかいてるな はお知らせ、お知らせお知らなんかあるかなお知らせは特にないですね。<laughs> 特にないですね。お知らせがあればいいけどね。もうイベントですね、お知らせはね、イベントが。だから12月の7日がえー、と、日日そうだから、もう。 えっと今日が15だから来週再来週あと四まあまあでもまあ1ヶ月3週間4週間後ぐらいか、まあ、もうちょっとありますねだからその時にこう日向天のことも知ってもらえるといいかなと思ってるんですけど大体ねあのやっぱこうイベントって 出店する、まあ、最近あんまなかったんですけどちょ,こちょこっとずつ増えて増えてきてもないか、まあ、久しぶりですよね今回のなんかちょっと差し方ちょっといい久しぶりなんですけど、まあ、出店する時の目的ってやっぱこうお店を、まあ、もちろんこうその時にいろいろ売れたらいいなっていう思いもあるんですけど。 それもそれの前にまずお店のことを知ってもらうお店の場所とか存在を知ってもらうっていうのが一番ですよね。それがねだからこう企画展の DM だったりお店のショップカードだったりそれをもらって気になっていただいて気になっていただいて実際にこうお店に来て知ってもらう。 一番ですよねそれがもう本当に僕らは大きいそこを目的としてるあとはまあ何かこう参加される出店者の方と交流というか知らない出店者もいっぱいいるから今回の日日うは比較的知ってる方っていうかこう何度か参加させていただいてるのでいるんですけど全く知らない。 イベント初めて参加するイベントとかはねやっぱこう知らない人もまあお互いですけどねお互い知らない同士にああこ,ここでされてるんですねとかねお店をねあお店じゃなくてもなんかネッ,トネットショップだけでされてるんですねとかそんな感じでね存在をお互い知り合うみたいなところもあるから大事ですよね。 まだ,まだ本当にまだまだ知ってもらえってないから、ね、このサし子ちゃんを通して少しでも知ってもらえればいいしイベントで知ってもらえればいいし、ね、企画展で知ってもらえるといいなと思います。 もういい、ね、だいぶ刺したね今日ここまでにしようかはいよしオッケ今日離も25分になっちゃう大体そのぐらい刺すね次回は刺し終わるか差刺し終わりまでいけそうだねもうちょっとずつほんとに終わりに近づいてますよいしょ はい。今日はじゃあ以上となります。ご視聴ありがとうございました。